志賀さんこんばんは。はい、こんばんは。今アメリカと日本で騒動になっている、米兵中尉リッチ・アルコニスさんの、保釈の件について石川さんの見解を知りたいです。あ、えらい社会派のメールですね。ニュースなどですでに拡散されていますが、2021年に居眠り運転をして日本人2人を死なせ、懲役3年の実刑判決を食らっています。事故原因は急性高山病で意識を失ったと主張していたみたいです。ですが事故現場は富士宮市の標高300メートルほどの飲食店での駐車場で、とても高山病になるとは思えません。加害者の奥さんがアメリカの議員に頼み込んで、アメリカへ移送させるようバイデン政権を通して日本政府に圧力をかけ、12月には移送されて無罪放免となっています。議員が X で日本は家族と米国に謝罪する義務があると投稿して波紋を呼んでいます。日本では批判的な意見が多数ですが、アメリカでは賛否両論の状態です。日米地位協定で実質植民地状態で好き勝手にされているのも全くいけませんし、いまだに人種差別が根強く残っているのかなと思いました。ご意見よろしくお願いしますということでいただきました。知ってる人もいますかこれ、ね、リンクですということで、なんか 社会派メールいただきましたけどね。米兵、うん、日本にいるアメリカ兵ってことか、在日米兵ってことかね、うん、が、静岡県の富士宮市で、まあ、交通事故を起こして日本人2人を引き殺してしまったってことか。で懲役3年の実刑判決を食らったんだけど、アメリカに移送したと。で、無罪放免となってるという。これその無罪放免となったのはそのアメリカでってことなの？けど日本では懲役3年の実刑判決を食らってるんだけど、アメリカに委ねたってことなのかな、日本で実刑食らった後に。でアメリカで高山病、急性高山病を起こしてしまって意識を失ったから人を引いてしまったってことで、アメリカでは無罪放免となったってことか、うん、委ねたというより解放。あ、在日米軍で、なるほどね、在日米軍だから帰って、アメリカに帰ってアメリカでは無罪放免となったってことか。うん、でそれで何、それ議員が X で日本は家族と米国に謝罪する義務があるって、これはどこが言ってんの？どうせ野党だと思うんだけど、なんでそれで日本が謝らなきゃいけないんだよねって話だよね。あ、アメリカの議員が言ってんだ、日本で有罪にしやがってみたいな。なるほどね。でそれで、まあ、これは憶測も入ってんの、これ本当なの、これ加害者の奥さんがアメリカの議員に頼み込んで、あの要するにその米兵を返せって言わせたってことだよね。ほんで日本は従ってアメリカにその米兵を渡したってことか。ほんでアメリカの裁判で無罪にしたってことだよね。まあ、胸クソだよね。まあでも何が一番胸クソかって言って、アメリカに引き渡せって言われてホイホイ引き渡してる日本も日本だよね。ねえ、日本でやらかしてさ、外国に逃げたさ、某車屋さんのさ、あの人だって帰ってこないしね、日本にね。でなんちゃらゴーンさんだって帰ってこないしね。逆にさ、日本が引き渡せって言ったらさ、どこの国も引き渡さないのにさ、日本は引き渡せって言われたらさ、すぐに引き渡すんかいって話だもんな。バランス悪いよね。 CNN によると加害者は100万ドルを支払ったからいいだろうと言ってるらしい。ご意見よろしくお願いしますとのことだけど、やっぱ納得はいかないよねこれね。そもそもさ、米兵だろうが日本人だろうが日本で起こしたら日本で裁判だろうって話だしね。それをこんなことでさ、アメリカがさ、よこせって言って、じゃあ日本、はいはい、よこしますって言ってたら、日本でさ、外国人がやりたい放題になっちゃうってことでしょ、これ。金と地位と名誉があったら、犯罪をもみ消すことができるという前例になるじゃないですか。金持ってないやつだったらしょうがないけど、例えば金持ってるやつだったり、地位と名誉があったら、ねえ、母国を利用してさ、日本で の犯罪をさ、ないことにしちゃうことができるってことじゃん、これ、これからも。でしょ？で、これはさ、その、加害者側がさ100万ドルのさ支払いをしたって言うんだけど、これは受け取っちゃったんだ、被害者の方も100万ドル分だと向こうも受け取ったじゃんかって言うよな。でもなんかこういう事例がどんどん増えそうで嫌だね。老人がさ、あの池袋でさ引き殺したのもあったじゃん。あれもさ、上級国民っていうワードが生まれたけどさ、ほんと多いんだよな、なんかそういうのがな。うん、なんか同じことをしてもさ、自分の立場の違いでさ全然変わったりするからさ、ね、例えばさ俺が犯罪するのとさ、じゃあさ政治家が犯罪するの違うじゃん、同じことをしたとしてもね。100万ドルっていくら、100万ドルにかける150円ぐらいすればいいよ。これはでも良くないよね。どん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 さ外国人が日本に入ってきてるしな。そう、
逃げとくじゃんっていうね、逃げればなんとかなるんじゃんみたいな。いや、何よりもちろん言い悪いもあるんだけど、米兵をやってて国を守るための人じゃないですか。いくらアメリカじゃなく日本だとしても、人を二人引き殺して自分自身が一番分かってるのに、高山病で意識を失ったことにしてアメリカで無罪放免して、それで普通に生活してることが怖いわ。そのお金の問題とか、その罪の問題ではなくて、この本人自身が人二人の命をね、自分の車で引き殺して奪っといて、それでアメリカに帰って無罪放免でニコニコ生活してるとしたら、人間的にそれが一番怖いし、普通じゃないよ。普通もっとさ、罪悪感に駆られるわけじゃん。でそれをいくら高額な100万ドルとはいえ、100万ドル払ったからじゃあいいじゃんっていうのが狂ってる、マジで。それがやっぱりね、アメリカがね、日本を見下してるってことだよ。じゃあこれ同じことをアメリカでやったらどうなんだよ。日本だからヘラヘラしてんだろ、金払ったからいいじゃんと思ってんだろ、まあ、そこの意識なんですよ、良くないのは。これじゃあ自分のアメリカでやったらそうはいかんかったわけじゃないですか。日本だったからそういうさ、ね、高山病でどうのこうのって言って、んで力とかでアメリカに戻って、ほんで無罪放免で通ってるわけでしょ、それを。なんかね、それが良くないと思う、この内容が本当だったんだったらね。逆にさ、じゃあ日本人がさ、あなたの家族をさ、二人引き殺してさ、ほんでその引き殺した人がさ、自分のさ、地位と名誉と金使って日本に帰ってさ、無罪放免ですって納得できんのって話じゃん、逆の立場だったら。今回あなたはさ、生きていてですよ、生きていて無罪放免で家族と一緒に暮らせるからそういうこと言ってんのかもしれないけど、逆だったら、家族奪われる側の人間だったら、外国人に奪われてね、自分の国に帰って無罪放免でニコニコして写真撮ってたら、ぶっ殺したくなるよなって話よと俺は思うよ。そんなのが米兵とか言ってるけど、そりゃ戦争好きな国だわと思うね。とても正義のヒーローだとは思わないわ。それで軍人さんってふざけてるよ、うん、戦争するときも笑顔で人殺してんじゃねえか、敵だからいいやと思って。そう思われてもおかしくないよ。そんなのさ、標高300メートルの富士宮市でさ、飲食店の駐車場でさ、高山病起こすようなやつがさ、軍人なんかなれるわけねえじゃん。一般人じゃねえんだぜ、軍人さんなんだろ。ねえ、何言ってんのよ、そんなの。もっと厳しいさ、訓練してるくせに。ねえ、飲食店の駐車場で高山病起こしたなあ、ほんまかいなって話やん。ちなみにあの海外の話なんですけど、あのワンピースもケチつけられてるよね。あの今ワンピースの最新話のアニメなんだけど、まあ和の国が終わって次のエッグヘッドに行くんだけど、ボニーっていうあの女の子のキャラクターがいるんですけど、そのボニーっていうキャラクターは悪魔の実を食べてます。でワンピースの世界ではその悪魔の実というものを食べると能力者ということで、その身に備わっている能力を身につけることができるんだよね。ルフィだったら、まあ初期だったらゴムゴムの実って言って、あの手足が伸びたりする、そのゴムの性質になるんですけど、そうで、そのボニーっていうのは年々の実という実を食べてて、自分の年齢を自由に操作することができるんですよ。簡単に言うと赤ん坊や子供になったり大人になったりすることができるっていうのが、そのボニーの悪魔の実の能力なんですよ。で大人になったり子供になったりできるんだけど、そのアニメの内容とかワンピースの内容を知らない人が、ボニーって赤ん坊だから、なんか12歳だったかな、赤ん坊っていうか、まあ子供だから12歳と。だけどアニメでは大人の描写が描かれてて、まあ要するに露出してる、まあ海にバーンって飛び込んで、まあ簡単に言うと、まあ海で溺れて、ほんで助けられて、ほんで裸になってるような状態だったんですよ。だからアメリカではそういう児童ポルノじゃないけど、そういうのにすごい厳しいじゃないですか、外国では。そうだから、その12歳の子をそういう風に描いてるから良くないって言ってバッシングを浴びてるんだけど、だけどそのワンピースの世界では、そのボニーっていうのは自分の年齢をコントロールできるから、実際は分かんないんですよ、子供なのか大人なのかっていうのは分かんないんだけど、子供の状態で最初出てくるから、そう一番最初ね、そのエッグヘッドに突入した時にさ、ちっちゃい女の子として出てくるから、そのちっちゃい女の子がそういう描写って良くないんじゃないのっていうので、まあツッコミを受けてるっていう感じだよね。だからそのボニーっていうのはその年齢を変化させられるから、子供だったり大人だったりするから、あんまり関係ないんだよね。だけどそのワンピースの内容をちゃんと理解できてない人が、その日本人っていうのは子供の裸見て興奮してるとか、子供の裸見てニヤニヤしてるとか、そういう作品良くないだろうって言って突っ込んできてるって感じだね。なんかさ、合に言っては合に従いのやつ多すぎるよな。別にアメリカはアメリカでやりゃいいだろうけどさ、
日本は日本だしさ、ね、別に見たくなければ見なきゃいいしさ。じゃあ逆にボニーのあのシーンだっておっぱいにモザイクかけたらよかったのかって話だし、その方がおかしいしさ。日本はそういう文化なんだから、そんなん言ったらさ、ジャンプなんか読めないぞ。ゆらぎ荘のゆうなさんっていうエロ漫画が昔ジャンプにあったんだけど、関東カラー飾った時になんかすごい細工がしてあって、透かしたら乳首見れるってやつ知ってる？なんかページめくったら次も絵が描いてあって、こうやってなんかね、あの電気とかに透かしてみるとね、なんかあの乳首が見えるっていうのがあって、普通に読むと乳首がちゃんと煙で隠れてるんだけど、そう電気に透かすと乳首が出るみたいなのがあったんですよ。そうあれも結構賛否両論出たんだけど、気づいたやつがいて、これすげえみたいな。でも普通に読んだらわかんないですよ。普通に読んだらわかんないんだけど、からくりがあって電気に透かすとそのあの人気キャラクターの女の子の乳首が見えてしまうみたいな、乳首が出てるように見えるっていう、実際に言うと乳首じゃないんだけどね、実際に言うと乳首じゃないんだけど乳首のように見えるからくりになってるみたいな。いやほんと考えた人天才でさ、すごいんですよあれも。でもそういうのもまた一つの文化で、別にそれをさ海外でやったら良くないかもしれないし、海外は海外ですからね、わかるんだけど、外国は外国でね。でもさ別に日本だから、日本のものに外から見てケチつけるの違うくない？別に他の国に迷惑かけてないじゃん。ワンピースだってそうだし、その漫画だってそうだし、ヒロアカだってそうだし、迷惑かけてないっすよ。ねえ、別に日本国内で売ってるものだし、ねえ、別にどこの国からだろうが見たい人が見ればいいし、見たくない人は見なきゃいいだけなのであって、うるせえよなって話だけどね。イチャモンつけてくんじゃねえよ、みたいな。アメリカのためにさ、ワンピース書いてるわけじゃねえし、韓国のために光の子書いたわけでもねえんだから、やっぱ一部の人言い過ぎだよねって思う俺は。配信で言うならさ、俺はノリラジリスナーに配信してんのによそのリスナーに言われるようなもんで、うるせえよって話だよ。俺はここ見てる人に放送してんだよって話だしさ、他の人に放送なんか見せてないし、どう思われようが結構ですけど、見てやつが見に来てるわけだからさ、ねえ、外国すなわち外から言われたくねえよなって話よな。なんか日本がさ、優しい国でさ、何も言わんことをいいこと幸いにさ、言われすぎだよな。やっぱり日本でさ、外交良くないね。世界に対する圧力が弱すぎるよ。好き勝手言われちゃうっていうのはさ、まあ、決して小泉さん安倍さんの時代が良かったとまでは言わないけど、やっぱり外交力落ちてんのかなっていうか、その世界に対する強い日本の主張っていうのが弱まってる気がする。何でもかんでも泣き寝入りで、何でもかんでも言うこと聞いて、何でもかんでも遺憾の意だから外国に舐められるんだよな。日本で日本人に漫画描いてんだから、そう漫画を描いてるのはね、でグッズとか一部のアニメとかが世界に流されたりするかもしれないけど、その作品自体は日本に向けて書いてるわけだし、その外国のね、イチャモンつけるやつも原作読めよ。一部だけ切り抜いてさ、一部だけを見て、エロだろなんだろって言ってるかもしれないけど、ワンピースの本質を読むべき。ボニーというキャラクターを知るべき。別にエロでああいうことしてるわけじゃないんだからさ。まあわかんない。小田先生はちょっとエロ要素入れてるかもしれないけどね。さすがに。ボニーとかハンコクとかニコロビンに関しては。ちょっともしかしたら、私的な性の部分が入ってるかもしれないけど。ね。でも別に作品にそれをなんか、ストレートに盛り込んでるわけではないですからね。こっそりみたいなね。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は、遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! よし。